間の昼1時までお過ごしください。香り大丈夫ですか？言われますね。こちらが蒸留室でございます。今蒸留工事を行っておりますので、この温かさと香りが強くなっております。では山崎蒸留所では蒸留は2回連続してございます。間に合っている釜を追記して使うものとお考えください。1度目の蒸留は宇治原から2人通り設置されている初流釜でございます。この初流釜にもろみを入れて加熱をしますと蒸留が始まります。で、蒸留を終えたものを冷却装置で冷やすことによりまして、まず1度目の蒸留でアルコール度数20度ぐらいまで上げたものを取り出すことができます。でもこれ度数が足りませんので、次はこれで来たものを向かい側の再流釜の方に運びまして、もう一度蒸留しますと度数なんと70度ぐらいまで上げたものを取り出すことができるんです。で、ここで出来上がったものをニューポットと呼んでおりまして、一番最初のウイスキーとなるものでございますので、それがどのようなものか奥にご案内させていただきたいと思います。では釜をご覧いただきながら続きお聞きくださいませ。何度も来てますんで大丈夫です。お進みいただきながら右手の装置にご注目くださいませ。液体が流れておりますが、こちらニューポットでございます。ウイスキーというと琥珀色のイメージございますが、この段階では全く色はついておりませんので、こちらの色にもぜひご注目くださいませ。ではまた連続じゃなくて1回1回やります。これ高さ違うの何か意味あるんですか？高さの違いです。太さの違い、全部違うことによってタイプを分けることができます。